パトリック・ベバリーは、アメリカ合衆国、イリノイ州シカゴ出身のプロバスケットボール選手。NBA のミネソタティンバーウルブズに所属している。ポジションは、ポイントガード。高校は、シカゴのマーシャル高校に進学。ライバルズ .com では4つ星の新人であり、トップ10のポイントガードと評され2006年には、国内での65番プレイヤープレイヤーと評された。大学は、 アーカンソー大学に進学し、1年からその才能を遺憾なく発揮。スコアリングスティール数 3P シュート成功率とフリースロー成功率と高い成績であり、ビバリーのチームの中での最高成績にあった。2年ではアシストリバウンドとビバリーのチームの中で2番目の位置にあった。大学では20分間のプレイタイムが与えられ、5試合連続で20得点以上を記録し、 自己記録の25得点を獲得するなどもした。また、オールアメリカンにも選出された。2008年の NBA ドラフトには参加せず、ビバリーは2008年9期の間ウクライナの2部の PC ドニプロに加入した。全部で46ゲームプレーし、平均プレー時間は35.8分を記録した。ビバリーはアシスト数、スティール数でチームを勝利に導いた。その一方で、 得点、リバウンドと、この記録は、チーム内、第2位にランクした。10のリバウンドも加える間、ビバリーは、ポリテクニカ、ハリチャイナ・ラビーブに対して、シーズン最高記録を31ポイントを記録した。16がオデッサとの決勝試合において高い、シーズン最高記録を取った。ホバーラに対する14のリバウンドと21ポイントと、共に、9つが助ける。 シーズン最高記録を記録した。また、ビバリーは、ウクライナのオールスターゲームでプレーし、スラムダンクコンテストもプレーした。ビバリーは2009年の NBA ドラフトの2巡目42位で、ロサンゼルスレーカーズによって指名され、交渉権は2009年8月26日に、マイアミヒートに移動した。だが、ビバリーは GBL のオリンピアコス BC と契約、ユーロリーグでも活躍した。 ビバリーは2012年12月7日、ヒューストンドケッツと契約し、念願の NBA 入り。1年目は、出場時間を得られず、NBA と D リーグを行き来するような形となっていたが、それまでの先発 PG のジェレミーリンがチームを離れたことを機に3ポイントシュートの正確さとディフェンスの粘り強さをコーチに変われ、ポイントガードとしてのスタメンに定着。しかし、 同シーズンのプレーオフファーストラウンドのオクラホマ式サンダー戦の第2戦でラッセル・ウェストブルックと接触した際、ウェストブルックの右膝の全十字人体を断裂するアクシデントが発生。この一件でビバリーは激しく非難され、サンダーの本拠地、チェサピーク・エナジー・アリーナに勤務する17歳のボールボーイの少年からツイッターで殺害予告を受ける騒ぎまでに発展した。 翌2013から14シーズンに、ウェストブルックが復帰し、因縁のロケッツ戦の対戦前に、ウェストブルックは試合前のインタビューで、彼のことは何も聞いてくれるなとだけ語り、試合中は、激しい絶戦と睨み合いを繰り広げた。このシーズンにビバリーは、オールディフェンシブセカンドチームに選出された。2015年2月14日の NBA、オールスターウィークエンドのスキルチャレンジ決勝で、 ミルウォーキーバックスのブランドンナイトを破り優勝した。2015年には NBA カンファレンスファイナルに進出したが、その年優勝したゴールデンステートウォーリアーズに敗れた。2015年7月9日、ヒューストンドケッツと4年2300万ドルの契約を結んだ。2016年のオールスターでは、前回優勝したスキルチャレンジ出場者に選ばれたが、足首の故障で、 出場時代した。2016年3月18日、ミネソタティンバーウルブズ戦でシーズンハイの18得点、キャリアハイの10アシストを記録し、3月31日のシカゴブルズ戦でキャリアハイの22得点を記録した。2016年10月22日、2016から17シーズンを前に左膝の内視強化手術を受け、 シーズン初出場は11月17日となった。12月7日、トリプルダブルまであと3リバウンドに迫る10得点、7リバウンド、12アシストを記録した。12月21日にもトリプルダブルにわずかに及ばなかった18得点、9アシスト、9リバウンドの記録を残した。2017年4月2日にキャリアハイを26得点に伸ばした。プレーオフでは、 ファーストラウンドの対オクラホマシティサンダー初戦でプレーオフキャリアハイの21得点を10アシストと共に記録した。2017年6月28日にクリス・ポールとの大型トレードでロサンゼルス・クリッパーズに移籍した。2017年11月22日、右膝の手術のため2017から18シーズンの残り全試合を欠場すると発表された。 2019年7月1日、クリッパーズと3年4000万ドルで契約合意。2021年8月16日に、エリック・ブレッドソートのトレードで、レイジョン・ロンド、ダニエル・オトルと共にメンフィス・グリズリーズへ移籍した。その後、25日に、ジャレット・カルバー、フアンチョ・エルナン・ゴメスとのトレードで、ミネソタ・ティンバー・バウルブズへ移籍した。レギュラーシーズンプレイオフ平均得点は、 キャリア平均で10点前後と、スターターとしては、決して高くないが、彼のディフェンス能力の高さは特筆すべき部分の一つである。特に2018から19シーズンのプレイオフでは、自身より20センチメートル以上も、大きいケビン・デュラントとマッチアップするなどどんな相手と、マッチアップしても物おじしないせずに向かっていくのが彼の長所である。その他、 3ポイントシュートに関しても3割台後半の確率で決めることができる典型的な 3&D 選手である。ありがとうございます。